全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、社会保険労務士の山崎です。小学5年生の頃、算数のテストで生まれて初めて100点を取ったんです。実はそれまで算数のテストは50点でした。当時は50点取ろうが別に大したことではないと思っていました。ただ事件は起きました。密かに恋焦がれていた隣の席の女の子に私の点数を見られてしまったのです。そして彼女はプシッと笑ったのでした。彼女は隣に座っていた友達に、私70点で終わったと思ったんだけど下には下がいたと言っていたのです。私の50点も人の役に立ったんだ、彼女は元気になってくれてよかったってなるか、かなり落ち込みました。言葉にならないくらい落ち込みました。その算数のテストをくしゃくしゃにして教室のゴミ箱に捨てたことを覚えています。その日から少年山崎に火がついたのです。今まで勉強なんてしたことありませんでしたから、その日からひたすら算数の勉強をしました。生まれて初めて先生にわからないところを質問したのです。そして迎えた算数のテストの日、生まれて初めてテストで緊張している自分がいます。解き始めると、できる、できる、わかる、わかる、何度も見直しをして計算ミスがないかをチェック。見事100点を勝ち取ったのです。隣の女の子にちらっと100点の点数が見えるように机の端にさりげなく置いておきました。ちなみに隣の女の子の点数は70点でした。勝った、やればできるんだと勉強が好きになり勉強に明け暮れました。ですが点数はどんどん上がってくるのですが、私の気持ちはあまり嬉しくなかったのです。私の両親から頑張ったなぁと一回も褒められなかったからです。両親から勉強やりなさいと言われたことは一回もありませんでした。いい意味で自由にやらせてもらいました。悪い意味で無関心だったのでした。当時の私はショックでした。親から一言頑張ったねと言ってもらいたかった、ただそれだけでした。そんな時に担任の先生がこんな言葉をかけてくれました。お前は親のために勉強しているのか、違うだろう、自分がやりたいから勉強しているんだろう、だったらそれでいいんだ、自分が好きなものをやるんだ、他の人の評価は関係ない。それから少しずつですが雑念が取れたというか、勉強により専念ができました。周りの評価は気にしなくていい、自分が良いと思ったならそれでいい。ついつい周りからどう思われているんだろうかって気にしてしまい、本当に自分がやりたいことをできないことってありますよね。私もよくあります。人の評価めっちゃ気になる。でも正直相手がどう感じているかなんてわからないですよね。嫌われていると思ったら実はそんなことなかった、逆にこいつ俺に絶対気があるって思ったら全然脈なしだったってこともよくあります。一番重要なのは自分の気持ちです。あなたの気持ちはあなたが一番よく知っています。どうぞその気持ちを大切に大切にしてください。あなたの気持ちを守れるのは他でもないあなたです。少しずつ少しずつ小さく小さく始めるのがいいです。でもそんな気持ちになる余裕がない、この先どうしたらいいんだろうか、お金の不安が強すぎて考える余裕がないという場合、ぜひ障害年金を受給してください。障害年金はあなたがお金の不安を感じないようにするための制度です。少しでも障害年金に興味があったら遠慮なくご相談ください。
あなたからのご連絡をお待ちしています。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。またあなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、動画のリンク先から判定を申し込みください。